はい、それではですね、本日緊急入会いたしました、ドエノモモスさんの、制作したギター4本、ご紹介したいなと思います。まあ、あのサイドパークでもあのアコースティックフェアという形でちょっと今月から、やっておりますけれども、はい、もうそれにふさわしいこの最初の方でですね、月の月初の方でなんかすごいギターがちょっと上がってきたと、いうことで、これはもうご紹介せずにはいられないという、そんなレベルの楽器なので、本日ご紹介したいと思います。はい、まあ、あの見ての通りの、 あのマーチンスタイルの、ギターでございます。特にあの古いスタイルだとあのアコースティックファンの方だと見てお分かりかと思います。あのヘッドにもロゴが入っておりません。もちろんあのこういう場合以上あのこういうタイプの場合だと裏に大体入ってるんですけど、この刻印ですね、裏の、刻印になって表からノーロゴのヘッドで、まあ、ヴィンテージタイプのこの、オープンバックのペグもう見るからに、ヘリンボーンが入っており、こっちのは、あのヘリンボーンはないですけれども、あの別個柄のこのガードの色といいですね、まああのおよそ古いスタイルの、ギターではないかなと、見た目にも予想されるのではないかなと思います。もう向こうの、端ですね、側から紹介していただ、させていただきますと、まず、ホンジュラスマホガニーバックアンドサイドのモデルがこちら2本になります。ネックの方もホンジュラスマホガニーですし、バックサイドもホンジュラスマホガニー、表はアデロンダックスブルースの、向こうが HF の180カスタム、はいはい、で手前のドレッドノートが、HD の180カスタム、といってドレッドノートと、いわゆるトリプルオーですね、スモールボディのはトリプルオーのスケールになっておりますので、スタンダードの、シェイプというこの2本が、マホガニーのモデルで、こちらの方が、パッと見ボディサイズは同じですが、ピックガードの形見て、お分かりになれる方もいらっしゃるかと思いますけども、こっちが HF の280カスタム、トリプルオーのスタイルの、カスタムです。こっちの方は、同じく、ボディは似てるんですけど、同じなんですけれどもスケールが違いますので、 OM の280カスタムと、いう形でピックガードが、OM のあとちっちゃいスタイルになっておりますし、トリプルオーのスタイルになると、まあ、普通の大きいサイズのビッグガードになっております。こちらのモデルは、バックサイドはブラジリアンローズウッドを使っています。ちょっとチラッといいですよね、今回の木がこんな感じで、木が木綺麗ですね、うん、で表はあの全モデルもそうなんですが、こちらもアデロンダックスブルースを、採用しております。まあ、とにかくですね、あのいっぱいあのこういうスタイルのものっていうのは、市場には作られて出ておりますけど、まあ、今回の一番特筆すべき点は、本当に古いスタイルに、そこから、現代のテイストを加えたというところが一番大きい、まずアジャスタブルロッドではない、ノンアジャスタブルロッドと、マーチンでいうとこの、まあ、以前作ったスクエアネック、そういうもの、いわゆるアジャスタブルしてネックの調整が、沿った時にできない、本来のですね、スタイルのギターの作り方をしているのがこの4本でございます。まあ、あのロッドの方はね、あの足川さんもご存知かと思いますが、普通こう六角レンチとか入れて調整するぞと、はい、曲げて、そうですね、順ぞったら締めて、逆ぞったらちょっと緩めてって、それで調整して、まああの湿度とかですね、そういうのあの変化に対応させていくというのが、まあ本当に一般的であり、まあ普通のものなんですけども、まあ本来あのマーチンというあのアコースティック今で作り上げたマーチン社のものというのは本当にあのアジャスタブルだっていうのは本当に後の話であって、あのもうあとは基本的にはもうスクエアネックノンアジャスタブルのものが、まあそれがレギュラーであったと、まあだんだんあの材料とかですね、そういうまあ問題があったりとか技術的なものもあるかと思います。でやっぱりあのニーズに応えて、あのやっぱりライブとかでですねツアーやってる方がネックが直せないのはっていうところも踏まえて今のアジャスタブルの形にはなってきてるんですけども、でもやっぱり皆さん音的にはやっぱ耳に残ってる音というのは結構あのそういうアジャスタブル以前ですね、あのヴィンテージと言われてる、もののが耳にずっとついてらっしゃる方多いと思うんですけど、残っていて、そこのサウンドのやっぱ再現っていうのってなかなか難しかったんですけども、
今回それにチャレンジしていただいてですね、完成しておりますので、もう紹介せざるを得ないというのは、そこがポイントの一番のところでございます。で、もともと入っているのが、そうですね、これちょっと渡しますけど、これエボニーのロットですね。これは通常入っている普通のエボニーだけの、はい、本来エボニーロットとかとエボニーだけなんですけれども、中に補強するためにエボニーが中に入っているのが、はい、エボニーロットで、はい、エボニーロットとかです、ね、これもマーチンのやっぱりあるので、昔のものでありますし、特に1945年とかって終戦のあの辺りになってくると金属がなくなっておりましてですね、鉄芯のバーも全部、軍事用に持ってかれてしまうというところでエボニーのロットを使ったりとかっていう、28スタイルのものも、存在もしております。ですがやっぱり現代テイストというか、まださらに強度という面ですね、それを補うために、このエボニーはエボニーなんですけど、ちょっとなんかよくこうなかなか動画は難しいと思うんですけどね、大きめの画像をこう入れますって、はい、中にカーボングラファイトが入ってですね、エボニーでこの字のエボニーのところにこうカーボンが入ってると、はい、はい、パッと見エボニーなんですけど、こうよく見るとですね、この中に挟まっておりましてですね、その、強度を増していると、そこがポイントじゃないかなと思います。それによって木の鳴り方っていうのはまず変わりますけれども、そこはやっぱり今の現代の音楽に適応した音とかですね、そういうのを踏まえた上での、あと重量もありますしね、グラファイトを使ってる意味っていうのはやっぱり弾いていくとどんどん分かるかなっていうのはありますけれども、とにかくですね、いっぱいこう伝えたいことと、あるんですけど、ちょっと橋川さんよかったら弾いていただいてですね、どんな感じかなと。せっかくですから、ちょっと計らんだものですね。ブラジリアンでございます。気持ちいいですね。素晴らしい。こうなんか遮るものがない感じで、変に余分なストレスを楽器が感じてないネックの鳴り方やっぱりしてますね。そうですね、アジャスタブルがいいとか悪いではなくて、やっぱりその構造的にですね、やっぱり中にどうしてもその、隙間というかですね、空いてるところが完全にさっきお見せした角型の、ロットがここの芝のところに埋まっております。だから木との密着度はものすごいいいわけですね、うん、でそこにさらにカーボングラファイトが入っていても入っていなくても、そこにもやっぱ隙間がなくプチッと入っているので、ものすごく伝達というかですね、音の振動をストレートに、再現してくれると思います。特に何て言うんでしょうかね、低音弾いた時のその削り込んだエアー感とか、うん、そういうのではなくて、厚みがあって芯はあるんですけど、弾いた後にこう返ってくる少しこなれた感じというか、かなり違うエアー感ですね、広がりというのはですね、すごい独特なもので、ヴィンテージマーチン、弾いた時の感覚にかなり近いものが、あります。そういった意味でのあとはグラファイトが入っている部分でのあれですね、木だけではないというところで、ちょっと広域の部分ですね、それがちょっと立ち上がっているのもですね、非常にバランス取れててですね、今の時代には非常に合ってるんじゃないかなと、うん、近年ちょっと他のメーカーさんでもノンアジャスタブルっていうのは少しずつ作り始めてるんですけど、やはりその音の良さで皆さん買ってらっしゃる方、うん、多いと思うんですよね。でもやっぱりスタンダードのシリーズでってなってくると、ご本家様以外のところでこういうのができてくるっていうのは非常に、素晴らしいことであり、この音の再現も弾いていただけるしかもないんですけれども、全部の音ですね、全部の各弦のその鳴り方がですね、ちょっと尋常じゃないっていう、で、モモさんの方にもですね、いろいろちょっとお聞きしたんですけど、さっき電話しました直接電話しました。もうこれはもう素晴らしいっていうのを伝えつつも、ちょっと内容を聞こうかなと、思っておりまして、表の厚みとかですね、いや全然薄くしてないよという話になっております。本当にスタンダードの3ミリとかって厚んで、サイドバックは若干それより準じて少しは薄く
なってる部分ありますけど、とにかく表の強度ですね、うん、そこはもうあの削り込んで鳴らすっていうわけにはいかないので、しっかり厚み持たせてあると、はい、であのブレーシングにしてもあのいわゆるまあスキャロップのブレーシングですけども、一応あの、桃本さん的に言うと、まあ、1934年ですね、うん、まあ、D28 出たとしたと思いますが、そこのところの あのフォワードシフテッドは若干その、後のもうなんていうんですかね、こう見るとすぐここに出てきているフォワードシフトよりはちょっと奥まっているので、まあそういった意味で あのブレーシングのネーミングとしては、まあセミフォワード、まあカスタムブレーシングという形で、やはりあのフォワードシフテッドのですね、まあそのトップの強度とかそういうのも含めて、やはりあのネックもそうですけれども、そのバランスを取るためにカスタム自らしてあのトップの強度を保ちながら、なるべくその、30年代初期の頃のスキャロップの音にも近づけるということで、全てのトータルバランスでちょっとだけこう場所位置を変えてセミフォワードという名前で、それはこの4本ともセミフォワードの、はい、同じブレーシングでやっています。はい、はい、まあ、そういう部分で あの現代テイストと昔ながらの作りでも、やはりその昔スタイルのこのネックとかですね、作るというのはかなりやっぱ技術力というかですね、もう木を選ぶところからの技術、もうやっぱりあの巨匠のレベルではないとなかなかできないと思うんですけども、まあ桃本さんがそういうところでやっぱりあの巨匠たるっていうのがこれでさらに実感できるかなというシリーズじゃないかなと思うんですね。あとはネックの強度に関しても一言もらってましたね。まあ反りません、そんなあのよっぽど環境が悪かったりすればそれはもちろん木ですからあれですけど、通常の、環境で、管理していただければですね、あのそんなものすごく曲がってしまってっていうことはまずないと思いますと、いうことでございます。心強い、はい、心強いですね、はいはい、まあ、そういう部分でやっぱ弾いてもらうと多分感動するんじゃないかなと思いますね。全然やっぱ違います。素晴らしいその木の音っていうのがなんかよくわかります。で普通でもわかるんですけど、まあ、ボディサイズの音ですね、特にまあ同じ台使った、まあ、こっちのマホガニーのモデルですけど、オマホのモデルなんか弾いても当たり前なんですけど、ボディの大きさの違いがもっとわかる感じがします。そのボディの厚みが多分音聞き取れると思いますね、うん、弾いてみると、あ、やっぱ大きいとそういう音がするんだ、ちょっと薄くなって小型のボディになると、あ、やっぱちょっとコンパクトになるんですけど、やっぱこうなるかなとか、いろいろもっと実感できる、ギターじゃないかなと思います、はい、だ今回は桃本さん自身もこのエボニーとグラファイトの組み合わせの鉄心は初めて採用したぞと、はい、そうですね、今回初でございます。前々からだからこうやってみたいぞという気持ちはどっかにふつふつとあったわけですよね。そうだと思います、うん、やっぱりその技術力の証というかですね、どうぞってこうギター作られたのを渡されたときにおっと思うポイントがやっぱりいっぱいあるので、そういった部分はやっぱり本当に巨匠の、たるゆえんというところだと思うんですけど、そこの部分でやっぱりあれですよね、ノンアジャスタブルで作るという意味合いと、うん、そうですね、職人魂と、やっぱり確固たる技術力というその集大成なんかじゃないかなと思われますね、うん、はい、まあボディサイズ材料含めていろいろありますんでね、その辺はまあお好み出てくると思いますので、ぜひ、このまあ、まずはこのトーンですよね、ぜひ店頭で体感していただいて、ね、はい、とにかくそうですね、もう弾いていただくのが一番ですけれども、あ、こんなに違うんだと、思ってもらえればと思いますね。もう私なんかこの辺がガーンと弾いた時にちょっと燃えてしまう部分も多々あるんですけど、なかなか動画だと伝わりにくいかと思いますので、皆さんぜひ手に取ってですね、お確かめいただければなと思います。はい、ご来店お待ちしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。